ザルが、竹は、山梨県と静岡県とにまたがる赤石山脈。白峰南嶺の標高2629メートルの山。日本200名山及び山梨100名山に選定されている。山名の由来は、ザルを伏せたような山用によるとされている。山頂は、大ザルと小ザルの相似法となっている。山頂付近は、ハイマツで、富士山、赤石岳。 生竹などの好展望が得られる。1911年12月1日に中村生太郎が奥沢の谷から初登頂した。1960年1月には日本百名山の著者である深田久也が他わ沿いのルートから挑んだが、途中で牧家に逃げられ、また親切に阻まれ登頂を断念している。 山梨県側の雨畑温泉からと静岡県の沢原島からの登山道がある。白峰南嶺の両線上に重装ルートがあるが、陶石が薄く利用者は少ない。北川沿いのルートは廃道化している。日帰りでの登頂が難しい山である。山梨県が発行している山のグレーディングによると、雨畑温泉からのルートは 7D である。ちなみに、 日本三大旧島の一つであるカイコマ岳の黒塔ネや釜無川ーゲートからのノコギリだけですら 6D である。源流となる河川は太平洋へ流れる。ありがとうございます。